大阪景地銀座幽霊1道幅三軒とない横丁の両側には色とりどりの店店が虹のように軒を連ねて銀座裏の明るい一団を形づくっていた青いネオンでカフェセーランと書かれた 路地裏にしてはかなり大きなその店の前には常川と呼ぶ小綺麗なたばこ店があった2階建てで間口2軒足らずのこまごまと美しく飾り立てた明るい店でまるで周囲の店々からこぼれ落ちるジャズの音をかき集めるように訳もなくその横丁の客を一手に吸い寄せてぬくぬくと繁盛していたその店の主人というのは もうししをとっくに越したらしい女,で常川房女文字でそんな表札がかかっていた横丁の人々の噂によると何でも退職管理の未亡人ということでもう女学校も終えるような娘が一人あるのだが色の白い肉付きの豊かな女で年にふさわしく地味な作りを装ってはいるがどこかまだ燃え尽きぬ若さがみなぎっていた そしていつの頃からかのっぺりした三十がらみの若い男が入り込んで遠慮深げに近所の人々とつきあうようになっていたけれども酔いしれたようなその静けさは長くは続かなかったたばこ店が繁盛してやがて女中を兼ねた若い女店員が雇われてくると間もなく 今まで穏やかだった2人の調和がみるみる乱れてきたスミ子と呼ぶ二十歳を越したばかりのその女店員は小麦色の血色のいい娘でマリのように弾みのいい体を持っていたタバコ屋の夫婦喧嘩を真っ先に見つけたのはセーランの女給たちだったセーランの2階のボックスから向かいのタバコ屋の表2階が見えるのだが 何しろ3軒と離れていない町幅なのでそこから時々思い余ったような女主人のわめき声が聞こえてくるのだった時とすると窓のガラスドアへあられもない影奉仕の映ることさえあったそんな時セーランの女たちは席を隔てて客の相手をしていながらもそっと顔を見合わせては底はかとないため息をつく ところがそうしたタバコ屋の不穏な空気はバタバタと意外に早く押し詰められてここに至極深い極まる奇怪な事件となって何とも気味の悪い最後にぶつかってしまったそしてその惨劇の目撃者となったのはちょうどその折セーランの2階の番に当たっていた女給たちだったそれは 天気具合から言っても何か間違いの起こりそうな変な気持ちのする晩のこと酔いの口から吹き始めた薄ら寒い西の風が10時ごろになってふっと止まってしまうと急に空気がよどんで秋の夜とは思われない妙な蒸し暑さがやってきた今まで表2階の隅の席で客の相手をしていた女給の一人はそこで腰を上げると ハンカチで襟元を煽りながら窓際に寄り添ってすりガラスのはまった開き窓を押し開けたのだが何気なく前の家を見ると急に悪いとこでも見たように顔を背けてそのまま自分の席へ戻りそれから仲間たちへ黙って目で合図を送ったタバコ屋の2階では半分開けられたガラス窓の向こうでほとんど無地とも見える黒っぽい地味な着物を着た 色のの白い女主人の夫妻が男ではない女店員のスミ子を前に座らせて何かしきりに口説き立てていたスミ子はいちいちうなずきもせず黙って膨れっ面をして相手に顔を背けていたのだが黒地に思い切り派手なえんじ色のいげた模様を染め出した着物が今夜の彼女を際立って美しく見せていた。けれども夫妻は。 すぐにセーランの二階の気配に気づいてかきっと敵意のこもった顔をこちらへ向けるとそそくさと立ち上がって窓のガラス戸をピシャリと閉めてしまったジャズが鳴ってかなり騒々しいのにまるでこちらの窓を閉めたようにその音は高く荒々しかった女球たちはほっとして顔を見合わせたそして互いに 目と目でささやき交わした「今夜はいつもと違ってるよ」「いよいよ本式にスミちゃんが食ってかかるんだ」「全くいつもと変わっていた黙ってじりじり責めつけられているらしかった時折高い声がしてもそれはすぐに辺りの騒音の中にかき消されてしまった11時を過ぎると」 母親に言いつけられたのか女学校に行っている娘の公子が店を閉まってガラガラと戸締まりをし始めたタバコ屋は11時を打つといつも店を閉まうただ売り台の前のガラス戸に小さな穴のような窓が開いていてそこから遅い客にタバコを売ることができるようにしてあった辰次郎それが房枝の若い男の名前だったのだが この男もどうしたのか今夜は店先へも顔を出さなかった確かに今夜は深刻だよ辰次郎とスミちゃんの中とうとう証拠を押さえられたんかな女給たちは再び目と目でささやき合うのだったけれどもやがて辺りがどんどん静かになってきて4丁目の交差点を渡る電車の響きが聞こえるようになる頃には もう看板を気にしだした彼女たちはタバコ屋を忘れて酔いの内から虎になっている3人組の客を追い出すことに不審していた惨劇の持ち上がったのはちょうどこの時のことだった最初泣くともうめくともわからない押しつぶしたような低い悲鳴がさっきのままでサザエの蓋のように窓を閉められたまま 電気のともっていたタバコ屋の2階のほうから聞こえてきたセーランの女たちは着せずして再び顔を見合わしたがすぐに同じ方角から何か人間の倒れるような音がどーっと聞こえてくるとはっとなった女たちは顔色を変えて立ち上がり身を乗り出すようにして窓越しに向かいの家をのぞき見たタバコ屋の2階の窓には その時タジタジとよろめくような大きな人影が映ったかと思うと揺らめきながらその影奉仕はジャリーンと電気にぶつかり途端に部屋の中が真っ暗になったがすぐにそのままよろめく気配がして表のガラス窓によろけかかりガチャンという激しい音とともにその窓ガラスの真ん中にはまった大きいやつが割れ落ちるとそこから影奉仕の主の背中が現れた。 ほとんど無地とも見える黒っぽい地味な着物を着たうなじの白いその女は割れた窓からはみ出した右手に血にまみれたカミソリらしい鋭い刃物を持ち背中をガラス戸に持たせかけたまま激しく肩で息づきながらそのまましばらく呆然と真っ暗な部屋の中を見つめていたがすぐにセーランの窓際の人の気配に気づいてかちらっと振り返るようにしながら 再びよろよろと闇の中へかき消えてしまった真っ青でゆがんだにらみつけるような顔だったセーランの窓際では「ひゃー」と女給たちの悲鳴が上がった泣き出しそうなおろおろ声も混じったが女たちの後ろから同じように惨劇を目撃していた3人組の客たちはさすが男だけに 物も言わずにドタドタと階段を駆け下りると絵画で遊んでいた客や女に「大変だ人殺しだ!」と叫びながら表へ飛び出していったそのうちの一人は交番へ飛んで行ったあとの二人もすっかり酔いも冷め果ててうろうろしているとその時タバコ屋の店の中からバタバタ音がして 激しくぶつかるようにゴジゴジと慌ただしく戸を開けて桃色のタオルの寝まきを着た娘の公子が飛び出してきたそしてもう表に飛び出してうろうろしていた男や女を見ると誰彼の見境なく「みちゃんが誰かに殺されてるよ」泣き声でわめき立てた間もなく警官たちがやってきた 殺されていたのはやっぱりスミ子だった電気の割れ消えた真っ暗な部屋の中にさっきセーランの女たちの見た時のままの派手なえんのいげた模様の着物を着て裾を乱して仰向きにぶったおれていた最初懐中電灯を持って飛び込んできた警官の一人は倒れたスミ子の喉がヒューヒューと低くなっているのを聞きつけると すぐに寄り添って抱き起こしたのだが女はあえぎながら「ふさえふさえ」とかぼそい声でうめいたままがっくりになってしまった喉元へ切りつけられたと見えて鋭い刃物の傷が二筋ほどえぐれるように引っかかれていた辺り一面血の海だ その血の池の端の方に窓に近く血にまみれた日本カミソリが投げ捨てられていた問題の房枝はもう人々が駆けつけた時には家の中には見当たらなかった房枝だけではない達次郎もいなかったただ娘のみ子だけが2階へも上がれずに青くなって店先でガタガタと震えていた 蘭の女たちはさっきから自分たちの見ていた全部の出来事を簡単にかいつまんでだがひどく落ち着きのない調子で警官に申し立てた例の3人組もその申し立てを裏書きしたこの証人たちの申し立てといい被害者の残した断末魔の言葉といい早くも警官は事件の代替を飲み込んで早速ふさえの捜査に取りかかった タバコ屋の2階には殺人の行われた部屋のほかに裏に面した部屋と間の部屋と都合2部屋があったがその2部屋ともに房枝の姿は見えなかった下には店のほかにやはり2部屋があったが無論房枝は見当たらない表にはもう11時から戸締まりがしてある 警官たちが崩れ込んだ前後にも、そこから逃げ出す隙はなかった。そこで彼らは台所へ押しかけたそこはこの家の裏口になっていて幅300くらいの路地が隣に並んだ3軒の家の裏を通って表通りとは別の通りへ抜けられるようになっていたその路地を通り抜けて町へ出たところにはしかし人の良さそうな焼き鳥屋が酔いから屋台を張っていた 焼き鳥屋は頑固に首を振って「もう2時間も3時間もこの路地から出入りしたものはない」とはっきり申し立てたそこで警官は引き返すと今度はいよいよガタピシとタバコ屋の厳重な家宅捜索を始めたそして便所でも押し入れでも片っ端から容赦なしに探していくうちにとうとう2階のそれも 塔の殺人の行われた部屋の押し入れに房枝を見つけてしまったところが真っ先にその押し入れのからかみを開けた警官は開けるが否や叫んだ「いやいやしまった!」押し入れの中でもう房いは死んでいたさっきセーランの女たちが見た時のまま ほとんど無地とも見える黒っぽい地味な着物を着て手首に手ぬぐいを巻いてそれで締めたのか締められたのかぐんなりなって死んでいた血の毛の引いた真っ青な顔にはもう軽いむくみがきていたがそれがふさえであることは間違いなかった娘のみ子は警官に抱き止められながらも母親の変わり果てた姿へ おいおいと声を上げて泣きかけていた今まで警官の後ろからこっそり死人を覗き込んでいた例の三人組の一人が黄色い声で言ったああこの人ですよあっちの派手な着物を着た方の女を髪ソリで殺したのはこの女ですすると上役らしい警官が乗り出して大きくうなずいていたがやがて言った つまりなんだなあのスミコという女を殺してからこの房枝はしばらくぼう然と立ちすくんどったがセーランの窓から君たちに見られとったと知ると急に正気に戻ってさりとて下へ降りるのは危険だからひとまずよろよろと押し入れの中へ隠れ込んだがそうしているうちにいよいよ自責と危険に攻められるにつれ 耐えられなくなってとうとう自殺した。うん。まずそんなことだな。警官はそう言って、桃色の寝巻きのまま泣きじゃくっているキミコの方へ手帳を出しながら身をかがめた。ところが、それから間もなく、検判事と一緒に警察員が現場へ出張してきて本格的な調べが始まり、やがて不才の検視にかかると。 何とも機械至極な気味の悪い事実が立証されてきたそれは房枝が純子を殺したのであるから当然房枝は純子より後から死んだわけであって純子より先に死んでいるはずはないのであるがそれにもかかわらずまだ純子の死体はほのかに生気が残っており体温も冷めきっていないというのに の死後現象はかなりに進行していて冷却や死後死販等々のあらゆる条件を最も科学的に冷静に観察した結果確実に最小限1時間以上を経過していると医師が確固たる断定を下したのだったそ、そいいつはおかしいですね。と先ほどの警官が面食らっていった。 そうするといやとんでもないことだつまりもうスミコが殺されたから20分くらいになりますが房枝が死後1時間というとスミコが殺されたより40分くらい前に被害者より先に加害者が死んでいたってことになりますよ逆に考えるとスミコが断末魔を残したあの房枝ってのをそれから 大勢の商人たちが見たというカミソリを振り回していたその房えってのもそれは本物ではなくもうその時にはとっくに死んでいた房えとんでもないさえの幽霊ってことになりますよ幽霊の殺人それも銀座のジャズの街の真ん中で幽霊が出たんだから こいつは新聞屋にゃあ大受けだがねえ 2, 2事件はがぜん紛糾し始めた警官たちは大きな壁にでもぶつかった思いではたと行き詰まってしまったしかも問題が2つに分かれてきた死人が2人になったそのうちの1人は幽霊に殺され 他の一人は死んでから幽霊になってふらふらと人を殺しに出かけたことになるなんという奇怪な話だろうしかしこのまま踏みとどまっていることはできない警官たちはすぐに気を取り直して再び調査に取りかかったまず後から殺された澄子の方はひとまず後回しにしてとりあえず房えの死について調べ始めた 一体房枝は自殺したのかそれとも他殺かけれどもこの疑問に対しては警察医は医師とは違って自分から手ぬぐいで首を絞めて死ぬなどということはなかなかできないという理由で他殺説を主張した判検時も警官も大体その意見に賛成したそして下の店の間を陣取っていよいよ正式の尋問が始まった まず娘の公子が呼び出された母親を失った少女はすっかり取り乱してしゃくり上げながら次のような陳述をしたその晩母の房枝は公子に店番を命ずると純子を連れて表二階へ上がっていったそれが10時頃だった公子はその時の母の様子がひどく不機嫌なのを知ったがよくあることで大して気にも留めず 雑誌などを読みながら店番をしていたが11時になると学校へ行くので朝早いためすっかり眠くなってしまいそのままいつものように店をしまって裏2階の自分の部屋へ引き取り眠ってしまった2階の階段を上った時には表の部屋からは話し声は聞こえなかったが公子にとってはそれは疑いを抱かせるよりも妙に恥ずかしいような遠慮を覚えさせたというのだった ところがしばらくうとうととしたと思うころ表の部屋の方で例の悲鳴と人の倒れる音を聞いて目を覚まししばらく寝床の中で何だろうと考え考え迷っていたが急に不安を覚え出すと耐えられなくなって寝床から抜け出し表の部屋へ行ってみたのだが電気が消えていたのでいよいよ不安に胸を躍らせながら間の部屋に電気をつけて。 そこのからか紙をそーっと開けて表の部屋をのぞき見たそしてその部屋の真ん中に隅ミ子が倒れているのを見つけるとそのまま声も上げずに転ぶようにして下へ駆け下り表の戸をこじ開けるようにして人々に急を訴えたのだ大体そんな陳述だった表の部屋をのぞいた時に窓のところにお母さんが立っていなかったか警官の問いに は首を振って答えたえいいえもうその時にはお母さんはいませんでしたそれで驚いて下へ降りた時にお母さんがいないのを見て別に不審は起こらなかったのかお母さんは時々夜遅くから時々夜遅くからおじさんと一緒にお酒を飲みに行かれますのでまた今夜もそんなことかと思っておじさん おじさんと言ったね誰のことだ警官はすぐにその言葉を聞きとがめたそこで公子は達次郎のことを恐る恐る申し立てたそしてビクビクしながら付け加えた今夜おじさんはお母さんよりも先にまだ私が店番をしている時に出て行きましたでも裏口は開けてありますので。 とちゅうで一度帰ってきたかもしれませんがわたしはねむっていたので少しも知りませんでしたいったいどこへのみにいくのかね。知りませんそこで係官はすぐに部下を走らせて達次郎の捜査を命じたそして引き続いてセーの女給たちと例の3人組が証人として尋問を受けることになった証人たちは 一番初めに申し立てたことをもう一度繰り返したしかし無論それ以外に何も新しい証言はできなかったただ公子の申し立てが自分たちの見ていたところと一致していることとそれから辰次郎のことに関して女給たちが公子の知っていた程度のことを申し立てただけだったそこで尋問が一通り済むと大体房への殺された時刻が分かってきたつまり 蘭の女給達に見られて純子と滞在していた夫妻が荒々しく窓のガラス戸を閉めたあの時から11時頃までの間にあの時から11時頃までの間に殺されたことになるそうすると公子の証言が正しい限りその間達次郎は家にいなかったのではないかしかし公子が店番をしている間にそっと裏口から忍び込んで2階に上がり を考察して再び逃げ去ったびげっと見ることはできないだろうかいずれにしてもこれは達次郎を調べないことにはわからないその達次郎はしかしそれから間もなく警官の手にもかからずふらふらと一人で帰ってきた何が何だかわけのわからぬ顔つきでとあるるままにヘドモドと答えていったそれによると 辰次郎は10時から今まで新橋のタコハチというおでん屋で何も知らずに飲み続けていたということだったすぐに警官の一人がタコハチへ急行したがやがて連行されてきたタコハチの主人は達次郎を見るとすぐに言ったはい確かにこちらさまは10時ごろからついさっきまで手前どもにおいでになりましたそれはもう 家内も他のお客さんもご存じのはずでございます係官はがっかりしてタコはちをあごで追いやった達次郎にはアリバイが出てきたさあこうなると捜査はそろそろ焦り気味になってきた表には公子が番をしていたし裏口には出たところで焼き鳥屋が誰も通らなかったと頑張っている表2階の窓はセーランの2階から監視されていたし 裏2階の公子の部屋の窓には内側から錠がおろしてあった余震場錠がおろしてなかったとしてもその窓の外には台所,台所の屋根の上に2坪ほどの物干し場がありその周りには厳重な針金の忍び返しがついているなおさら裏口から焼き鳥屋のいた横の通りへ通ずる路地に面した隣3軒の家々も念のため調べてみればどの家も 路地に面した勝手口には酔いから戸締まりがしてあり怪しい節は見当たらないすると房枝の殺された頃にタバコ屋のその密室も同様な家の中にいたのは後から殺された澄子と店番をしていた公子の2人だけになる今はもうどう考えてもこの2人を疑うより他に道がないそこで早速 ががまずやり玉に上がったしかしもうここまで来ると舞台が狭くなってはじめ房枝を殺した犯人を探すつもりの推理がスミ子の奇怪な殺害事件と重なり合ってきてまるでへんたこなものになってしまうのだった例えばもしも公子が少なからず無理な考え方だがとにかくひとまず母親の房枝を殺したことにするするともう房枝は死んでしまったのだから その後からスミコを殺しに出かけるのは妙だ。そこで今度はスミコが夫妻を殺したことにしてみる。しかしこれも前と同じように殺された夫妻が後からスミコを殺しに出かけるのは妙だ。結果都度のつまりはスミコの機械な殺害事件に戻ってくるのだった。そして係官たちはいよいよ幽霊の殺人事件に。 真正面からぶつかっていくより方法がなくなってしまったみんなムキになって頭を絞ったまずスミ子が殺された頃にタバコ屋のその密室も同様な家の中にいたのはもうスミ子より先に殺されていた房枝と裏二階の部屋で寝についていたというキミ子との2人になるがなかなかに幽霊を信じることのできない警官たちはセーランの窓から 商人たちがスミコを殺した夫妻を見たと言っても、それはちらっと見ただけで、その顔が確かに夫妻のものであったかどうかは誰もはっきり言えず。ただ黒い無地の着物を着ていたことだけが一致した証言だったのだから、これは夫妻などがスミコを殺しに出かけたのでは無論なく、キミコが母の夫妻の着物を着てスミコを殺し、後から桃色の寝巻きに着替えた、と見てはどうか。 しかしこの意見はすぐに破れてしまった現場の窓から殺人の直後にふらふらとふさえらしいその姿が消えてからセーランの連中が表へ駆けつけそこで寝巻きを着たキミ子にぶつかるまでにほとんど3分くらいしか時間がないその間にキミ子が着ていた母の着物を脱いでそれを再び母の死骸へ着せるなぞということは到底できっこない では、母の着ていた着物ではなしに他の同じような黒っぽい34軒離れたら無地に見えそうな地味な着物を着て芝居を売ったとしたらどうなるこれはできそうなことだそこで警官たちはタバコ屋の徹底的な家宅捜索を行ったところがそのような着物はわずかにタンスの引き出しから房屋のものが23枚出てきただけであったが しかしそれは皆虫よけ約を施してきちんと文庫紙の中に畳み込んであって到底3分や4分の早業でそうとできるものではないことが分かったいやそれでなくったってもしも公子が犯人であったとしてもそれならばみこが死に際に残した房枝の名前は一体どうなるどう考えたって公子を殺したのは 謎ではありっこない警察はとうとうその夜の捜査を投げ出してしまった翌日になると果たして新聞は幽霊の出現説をデカデカと書き立てた警察は躍起になって前と同じようなことを蒸し返し調べ立てた新しい収穫といえば凶器に使われた例のカミソリを鑑識課へ回した結果 そのカミソリは絵が細くてはっきりした指紋が一つも残っていないことと達次郎を引き立てて調べた結果達次郎がいつの間にか住みこと出来合っていてそのために家の中がもめ合っていたことなどが判明したにすぎなかったところがそうして警察が語に夢中の境をさまよい始めようとするその日の夕方になってここに突然奇妙な素人探偵が現れて 係の警察官に会見を申し込んできたそれはセーランのバーテンで西村と名乗る青年だったガリガリベルを鳴らしてせわしげに電話をかけてよこした「もしもし警部さんですか私はセーランのバーテンですが幽霊の正体が分かりました。さんを殺した」 幽霊犯人の正体が。分かったんですよ。今晩、こちらへお出かけくださいませんか。ええ。その折、お話しいたします。いや。幽霊を。お目にかけます。三。青藍の二階へ。 部下の刑事を一人連れてその刑務がやって来た時にはもう辺りはとっぷり暮れて昨日の事件も忘れたように横丁は明るくジャズの音があふれていたがさすがに物見高いシチューのこととてタバコ屋の前には野獣馬らしい人影が幾人もうろうろしていたセ蘭ランには上にも下にもかなりに客が立て込んでいてそれがみんな 煙草屋ののの噂をしているのだった。白い上着に蝶ネクタイを結んだ西村バーテンは愛想よく警部たちを迎え2階へ案内すると表の窓際に近い席を進めて女たちに飲み物を持ってこさせたりした学警部は最初からにがりきっていてろくに口もきかずうさんくさげにバーテンのすることなすことをジロジロうかがっていた。 窓越しに見えるすぐ前のタバコ屋の2階には死体はもう解剖のために運ばれていったので普段と変わりなくすりガラスのはまったその窓には電気が明るくともっていた実は何ですバーテンが口を切った下手にご説明申し上げたりするよりは一層実物を見ていただいた方がお分かり願えると思いまして。 一体君は何を見せるつもりなんだね警官が疑い深げに問い返したええその私の見つけ出した幽霊なんですがすると警部は遮るようにしてじゃあ君はもうス子を殺した犯人を知っているというんだねええ大体いい誰なんだね 君は現場を見ていたのかね。いいえ見ていたわけではありませんがあの時にはもう房枝さんは殺されていたんですからあとには2人しかいないわけでしてじゃあ公子が殺したとでも言うんかね警部はあざけるように言ったいいえ違いますよ バーテンは激しく首を振りながら「みちゃんはもうあなた方の方で落第になっているじゃありませんか」じゃあもう誰もおらんぜ警部は投げ出すように反り返った「あります」と西村青年は笑いながら「スミちゃんがあるじゃないですか」「何?」 すみこ。そうです。すみこが澄子を殺したんです。じゃあ自殺だって言うんか？そうですよ。と、ここで西村君はふと真面目な顔をしながら。みんなはじめからとんでもない勘違いをしていたんですよ。 死んでしまったあとから見つけたんならこんなことにもならなかったでしょうがなんしろ自分で自分の笛をかききってもがき死にするところをそのもがき回るところだけを見たもんですから自殺の現場を他殺の現場と勘違いしてしまったんですよ私の考えではおそらく 不才さんを殺したのもスミコだと思うんです。つまり、昨晩あの時の不才の舌間が血は減火になり、挙句の果てに不才を締め殺してしまったスミコは、正気に帰るにつれて自分のしでかした逃れることのできない恐ろしい罪を知ると、ひとまず。 ふさえの死体を押し入れに隠してこれは多分11時になってきみこが2階へ上がってくる危険を覚えたからでしょうかそれからもんもんとして苦しんだあげくとうとう自殺してしまったんでしょうつまり最初あのふさえの死体の見つかった時にあなた方のお考えになったことと 逆になるわけですよ。だからあの旦那妻の寿み子が房への名を呼んだというのも自分を殺した人の名を呼んだのではなくて自分が殺してしまった人の名を介護に駆られて叫んだ。とまあそう私は考えるんですよ。じゃないぜ。 警部がとうとうう吹き出してしてまった。すると君はあの時ほらそこにいる女給さんたちが見たあの無地の着物を着てカミソリを持ってガラス窓によろけかかった女を房枝ではなくてすみ子だと言うんだねとんでもないそれこそ勘違いだよいいかいまず第一着物のことを考えてみたまえさ枝はあの通り地味な着物を着ていたしすみ子は あの通り派手な着物を着ていたしお待ちください。バーテンが遮ったつまりそこんとこですよ幽霊が出たというのはねもう支度ができたと思いますからこれから一つその幽霊の正体を見ていただこうと思いますがとむっくり起き上がりながら。 ままだお分かか。りりになりませんか銀座の真ん中に出た幽霊の正体がこれはしかしあの事件の起きた時の様子や家の構えなどをよく考えてみれば誰にでも分かると思うんですがバーテンはそう言って意地悪そうに笑うとあっけに取られている警部たちを残して下へ降りていった。 が、すぐに自転車用の大きなナショナルランプを持って引き返してくると、窓際に立って警部へ行った。じゃあ幽霊をお目にかけますから。どうぞここへお立ち願います。警部は複列らをして、バーテンの言うとおり、窓際へ立った。今まで遠慮して遠巻きにしていた。女給や客たちも。 このときぞろぞろと窓の方へなだれよってきた。バーテンが言った。お向かいの窓を見ていてくださいよ。3軒ばかり前のそのたばこ屋の2階の窓には、そのときはまだ前と同じように静かに明かりが灯っていたのだが、やがてその部屋の中に人の気配がすると窓ガラスへ人影が移った。こちらの人々は？ 何事が始まるだろうと思わず身を乗り出すようにして見つめていると窓の影奉仕は大きく揺らめいて手を差し伸べ途端にパッと電灯が消えたいいですかあの時は影奉仕の主が揺らめいた途端に電気にぶつかってやはりこんなふうに暗くなったんですねしかし、 バーテンのその言葉の終わらぬうちに向かいの窓が内側からガラガラッと開けられるとそこから昨晩人々の見たと同じようなほとんど無地でも見える黒っぽい地味な着物を着た女の後ろ姿が白いうなじを見せて闇の中にぽっかり現れた。と途端にバーテンが持っていたナショナルランプの光をその女の背中に投げかけた。 となんと今までほとんど無地とも見える黒っぽい着物を着ていた年間女の姿がふいに黒地に思い切り派手なえんじのいげた模様を染め出した着物を着た若い娘の姿に変わってしまったちゃんありがとうバーテンが向こうの窓へ呼びかけた。すると窓の女は 静かにこちらを向いて寂しげにほほ笑んだ公子の顔だったご覧になったでしょういや公子さんとあの着物はちょっとこの実験のために拝借したんですよバーテンはそう言って振り返るとあっけに取られている警部の顔へいたずらそうに笑いかけながら再び言ったまだお分かりになりませんか じゃあ、申しし上げましょう。いいですかこういうことをちょっと考えてみてください。例えばですね赤いンキで書いた文字を普通の色のないガラスで見るとガラスなしで見ると同じように赤い文字に見えるでしょうしかし同じように赤いンキで書いた文字を 今度は赤いガラスを通してみると赤い文字は何も見えませんよ。ちょうどあの写真の現像をするときにですね、私はあれがどう楽なんですが、赤い電気の下で現像に夢中になっていると不意にすぐ自分の横へ確かに置いたはずの 赤い紙に包んだ印果詞がどこかへ消えてしまってすっかり面食らってしまうことがよくありますねびっくりして手探りで探してみるとちゃーんとその何にも見えないとこで手応えがあったりしてええあれと同じですよところが 今度はその赤いガラスの代わりに青いガラスを通して赤隠滅の文字を見ると前とは逆に黒くはっきりと見えましょううんなるほど警部が言った君の言うことは分かるような気がするがしかし何でもないですよ と西村バーテンは笑いながら続けたじゃあ今度はその赤い印記の文字を紅色の円珠色の派手ないげた模様の着物と置き換えてみましょうすると普通の光線の下ではそれは円珠のいげた模様に見えましょうところが今の 赤印記の文字の例と同じように一旦青い光線を受けるとその円字のいげた模様は暗黒いいげた模様になってしまいます黒いいげた模様になっただけならいいんですがそのいげた模様の染め出されたほかの色が黒では黒と黒のかち合いで模様もへちまもなくなってしまい 黒い無地の着物とより他に見えようがありません。しかし君、電灯は消えてたんだぜ。ええ、そうですよ。あの部屋の中の普通の電灯が消えたからこそ、一層私の意見が正しく表れたんです。じゃあその青い電灯がその時いつの間にかついたんかね？ え？そいつははじめからついていたですよ。その時にパッとついたんでしたなら誰にだって気がつきますよ。つまり、その時に青い電灯が初めてついたんではなくて、向こうの部屋の普通の電灯が消えた時に初めて今までついていた青い電灯がはっきり働きかけたんです。 だからこの窓にいた人たちは少しも気づかなかったんですよ一体その青い点灯はどこについていたんですいやもう皆さんご承知のはずじゃありませんか警部はこの時ハッとなるとバーテンの言葉を皆まで聞かずに窓際へ駆け寄ったそして窓枠へ手をかけ足を乗せると 外へ落ちてしまいそうに身を乗り出して上の方を振りあおいだがすぐに「うんなるほど!」と叫んだセーランのその窓の上には大きく「カフェセーラン」と書かれた青いネオンサインが鮮やかに輝いているのだったしかしそれにしてもよくまあこんなことに気がついたね。 後でビールをおごりながら警部はバーテンにこう尋ねた若いバーテンは急に照れくさそうに笑いながら言った「いや何でもないですよ第一私なぞそんな幽霊現象ならいつもちょっとしたやつを見て暮らしているんですからね」と女給たちの方をあごでしゃくりながら この連中、昼と夜では同じ着物もまるで違っちまうんですからねこれも一種の銀座幽霊ですよ。